太平洋オ,オギハクジラは、ハクジラアモク、赤ボクジラかオオギハクジラ族に属する小型のクジラである。2002年時点で、野生下での生態の観察例は報告されておらず、不明な点の多いオ,オギハクジラ類の中でも詳細が判明していない種の一つである。種商名のバウドニーは、アメリカ自然史博物館への援助で知られるジョージ、ボードンに由来する。 英名のアンドリューズは、太平洋扇白ジラを新種として報告した、アンドルーズに由来する。他の英名としては、ディープ、クレストビークとホエール、スプレートゥースとホエールが知られる。太平洋扇白ジラの体型は、他の扇白ジラ類よりもがっしりしている。頭部メロンは小さく、興奮は短くて太い。下顎の根元側の半分近くが上顎よりも、外側にはみ出しており、 下顎に2本だけある歯が露出している。上顎には歯はない。オスの体色は、背側は濃い灰色である。噴気口と背びれの間に、クラのような模様がある。頭部側面には、明るい反転模様があることもある。メスの背側は濃い青灰色であり、側面や腹側は白っぽい灰色である。多くの個体は、ダルマザメに噛まれた後である白い傷跡や斑点を、 有するが、オスは、同種の誘導士の争いで傷を負っている場合もある。生体のオスの体長は4.5メートル、メスは5メートル程度、体重は1000キログラムから1500キログラム程度である。生まれた直後の体長は2.2メートル程度だと考えられる。座礁例が35例報告されており、場所は、オーストラリア、ニュージーランド、マッコーリー島、フォークランド諸島。 トリスタン・ダクーニャである。以上のことから生息域は南半球であり、主に南極に近い海域に生息すると考えられるが、野生下における目撃例がなく裏付けはない。全生息数は不明であり、IUCN のレッドリストではデータ不足に分類されている。生態はほとんど不明である。主にイカやタコなどの統足類を食べる。ニュージーランド沖で、 春から夏にかけて出産していると推定されている。捕鯨の対象となったことはなく、漁網などによる、婚格の例も報告されていない。シテーションスペシャリストグループ、メッセープロドン・バウドニー、イ外、IUCN レットリスト・オブ・スレット・オンド・スピーシーズ、エンサイクロペディア・オブ・マリーン・マーマルズ、ウィリアム・ F ・ペリン、ベルント・アーシグ、JGM、シー・ウィシン・エズ、 アカデミックプレス、ISBN0 から12から55万1340から2ランダル、アールリーブス、ブレント・ S ・スチュワード、フィリップ・ J. ・クラパムアンド、ジェームズ・ A、オアル、シー・マーマルズ・オブ・ザ・ワールド、a シーブラック、ロンドン、ISBN0 から713663340、アンドリューズ、ビークとホエール・ファクト・シーツ・アンドリューズ、ビークとホエール・テキサス A&、 M ユニバーシティーコープスクリスティーメッセープロドン、バウドニー CMS 改正哺乳類図鑑、太平洋扇白ジラ国立科学博物館動物研究部。ありがとうございます。